がお土産で室内用の、これ嬉しいね。もう開けてみます。これおまけです。室内用毛羽先、あ、かわいい。いや、かわいい。これはいいかも。あ、全然違う。あ、全然違う。わかります？こっちは汚い方。半分。で、こっちは、スッと撫でてた方。全然違います。軽くスッて撫でただけで、めっちゃ綺麗になる。で、こっち側もやっていきます。撫でる感じで。あ、すごい。全然違う。これガラスコーティングしたらもっと綺麗ですね。来週やりますけど。いや、やばい。やばい。マジ綺麗。あ、この隙間も、結構、綺麗になってく。え、やばい。ま、ちょっとこういうのは、ちょんちょんと、あ、手でやっちゃいけないね。これはちょっと、なんだろう、虫かな、虫かな、多分。これ、爪厳禁。洗車で。いや、すごい。まあ、上から。まあ、上からが基本だよね。上から。あ、すごい。全然違う。上、頑張って洗って、上から、掃除は上からしたら基本だからね。よいしょ、はい、よいしょ。全然違う。見えますか、この鏡感。全然違うね。なんか綺麗に、全然違う。これな、横にして撫でる感じ。くるくるっと。くるくるっと。こういう感じで。くるくるっと。くるくるっと。くるくるっと。わぁ、全然違う。黒なんで、ものすごい小傷、ほこり、目立ちます。あ、ちょっと撫でただけで、全然、違います。あ、全然違う。本当に。ちょっと明るいところでやってみます。だって、羽も見てわかる通り、本当骨です、骨。これパキっていっちゃいます、パキって。パキッ、パキッと。これがボディに当たると、やはり傷ついちゃうので、これはやっぱり、見てください、これ。骨も全然ないし、まあもちろんだけど、ここだけなんか鶏のあれみたいですけど、骨も全然ない。あ、これだとやっぱり綺麗な
砂ぼこり取れますね。オーストリッチです。オーストリッチのメスの毛です。さっきのと違いますよね。繊細で。2本並べてみました。まあパッと見わからないけど、でもやっぱり黒い方はもう鳥の羽の芯がむき出しになってます。グレーの方は風でなびいてます、上の方が。